っていうかさ、俺今そのこの泊まってる部屋さあの俺初めてなんだけど携帯が鍵になるのねすごくない <laughs> 知ってるあの、そのホテルのアプリみたいなのに登録してであの部屋版とかを登録すんので部屋の前でそのアプリを開いて鍵のマークをしてえっ、ー、とドアの鍵のとこにかざすとガチャって開くの進んでるわシンガポールは風邪 いや、風邪ひいてるかどうかわかんないっていうか別に体調が悪くないんだよね風邪ひか少の症状だったら嫌だなって初期症状かスマホ持ってない人はどうするの確かにそういう人はまあ普通に鍵貸してもらえるんじゃないかな知らんけど練習せずフィニッシュですかまぁ、あ、ちょこっとやったよちょこっと向こうでやったけどまぁ、あ、あんまやんねえ方がいいなっていうかあんまいねえ方がいいなと早めに切り上げてきました明日朝早いってのもあるし 今日はでもあんまり何ちゅうか番狂わせみたいなの起きなかったのかな誰かもう負けちゃったみたいなのあるネモウリョう待って待ってウリょうジョニーが落ちてネモも落ちてヒカルも落ちたのあバンバン負けちゃったよねでアクアが負けちゃったよね響もルーザーズプロブレム X もエタンも孫さんに負けたんだ えー、えフード分かってるでしょエンディングはルーザーズ響は敗退あイあっまあ海老は知ってるけどフードさっき負けたんだあゼンに、えー、ゼン、ベガあそうなんだまあしょうがないねベガはねベガはねっていうかストシックスはしょうがないね誰が負けてもおかしくない でもさ俺、俺さ、さっきさ、そのまあ、バンバンバン歩いてさ、結果とか何も知らなかったんだけど、で、あ、対戦したいなと思って、対戦しようかなと思ったら、え、何時からみたいなの聞いたらあ、いや、僕はもう終わっちゃいましたっつって、えおえ全部終わりみたいな。たら、はいみたいな。なんか、その、俺さ、今回っていう、今回って多分 CPD4 回目とかなんだけど、んそうだよね。 アメリカ行ってフランス行ってアメリカ行ってシンガポールでよよ4回目で多分最多出場だと思うんだけどなんかさそのまあどう,せどうせ2人しか出れないそれはそうなのどうせ2人しか出れないんだけどまあ久々に海外行ってさ満、まあ、を持してかどうか知らんよ知らんけどまあまあまあワンチャンあるかなって思ってやっぱ来るわけじゃんみんなそれがさもののさ7時間8時間かけてきてさ安い金じゃなくさ もののさ数分、十十分でさ終わってさ、やることねーって、やっぱちょっとおかしいよね、やっぱちょっとおかしいよね、仕組みが。と思ってしまうんですけど、うんまあまあ、大会ある,だけあ,りがあるだけありがてえだろって感謝しろっていうふうに言われたら、ぐうの音も出ないんだけどね、そもそも単なるゲームだからさ、おもちゃだからさ、おもちゃで遊んで金もらえると思ってんじゃねえよって言われたら、まあ、はい、しませんって感じなんだけど。 まあ贅沢になっっちゃったのかななと思っってしまうね、ねやっぱり、ね、なんかさ俺なんかあれ見たのよなんだっけ、飛行機でさ、えー、とタイトル忘れちゃったんだけどなんかテニスの映画を見たのねえっ、ー、と何ていうタイトルだったかな結構面白かったんだけどなんかピークを過ぎた2人の親友幼なじみが大人になってから対決するんだけど実はなんか昔。 同じ女を巡ってなんか取り合ったりとかっていうあのなんかそういうちょっとドロドロしたような話でもあるんだけどトータルおもろかったんよ。けどでさあれとかさあチャレンジャーズそう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 あれとかさやっぱさそのすげえ過酷な世界っていうのはもちろんあるよレベルが高いっていうのはもちろんそうなんだけどでもさ負けた人がさまあ力不足だなって思って帰っていくと思うのよ。なんか なんかせめてそれぐらいの気持ちで帰れるような仕組みにはならないもんかなという気がしてしまうけどねやっぱりね。じゃないとなんかやっぱどん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 参加者減ってっちゃうな気がするんだよなこの形式だと。できる、うん、まあというかだからそのプロっていうものの仕組みがまだ整ってないってことだと思うんでねプロも全員オープントーナメントに参加してるからあのそんな試行回数増やせませんよっていう話ででもまあなんだろう まあ、ト,パンガリトパンガリーグみたいなさ形じゃなくてまああれはまあちょっとやりすぎかもしんないけどそれに今準ずるぐらいの試行回数と、えー、人数絞ってさ、まあ、配信しなきゃいけないっていうそこが俺は結構やっぱりあの両立できない部分なんだなと思った配信するということと競技性を担保したままえー 何て言うか勝者を決めるっていうことが相反するんだなという例えばその人気の試合を映してたまにあ今なんか誰だ誰誰誰は7対3ですねとかさ流すのだったらできると思うんだよ正直ある程度のある程度の参加資格のある人たちだけで出て「うん、トトロボッチさんありがとう」でもなんでそれが無負荷のかっていうと耐震に映さなきゃいけないっていうのがあるかなと思うんだよ <laughs> 配信してるから有名になれるのもあるうんでもさ勝ってりゃ有名になるぜと思うわけ例えば予選とかはもう映さないほとんどもう本当に著名な人だけ映してもうみたいなまあだから別に今でもそうじゃんぶっちゃけでもガンガン回しちゃうその代わり試合数多くしてで例えばまあ5先2回負けましたとかさ7先2回負けましたとか もっっとやだったらだたテニスとかだったらもっとじゃんぶっちゃけ10先どころじゃないでしょテニスだって時間で言えば、うん、15先2回負けましたただもう出直してきますって感じじゃん正直その15先2回負けたらもう実力の差がでしたーっつってさ「日光」っつって帰れるじゃん頑張ろうっつってうん、なんかそういう世界になんねえかなーと思っちゃうんだよな、まあ、絶対に強いやつは勝つと思うけどね勝ち続けると思うけどね そういうルールにしたらマジで毎回上位3人同じみたいな感じになってその今皆さんが求めてるようなエンタメ性はなくなるかもねだからガチガチの世界に入っていくとまあまだまだ先の話かなゲームがそうなるのはね、まあ、いずれはそうなってほしいなという願いはあるけど俺はうんそうすることで、まあ、名前も言ったかもしれないけどスターが誕生するんだよちゃんと毎回あの3人じゃねみたいなあいつらマジ強つえ俺はあいつが好きいや俺はあいつだねみたいな 実力ではあいつだよねとかさトギンス顔が険しくなってきたんこういう顔かなこういう顔だねもっとすごいトギド見てねえけど見れてねえけど試合見えてねえけどフルフルトギドのキャンセルラッシュ投げラッシュショップジャスパーさで裏投げからうわすぐにはいかないそこち大パン膝膝 ずずしい膝ボディサイコたまらずディリバーそんな感じああ DCK の柔道でまあ <laughs> これが GPT です航空会社をまず探す第一に航空会社を探すべし日程を選択しなさいホテルを予約しなさい大会に出るんだからたくさん練習しなさい 夜更かししちゃダメだぞ試合はお昼からだすごく強い相手と戦う柔道されるはい終わりーこれが CBT ですあんたはよく知ってるいや俺は全部やってもらってるけど <laughs> 海外通販番組で <laughs> まずはエントリーしてくれもちろん有料だ次に航空会社を選択しよう